こんばんは、ビバークアです。今日はですね、普段全然メンテナンスをしていないベタ水槽のトリミングを行っています。今切ってるのは赤い色が綺麗なロタラインディカ。ロタラインディカなんか伸びてたんですけど、根元の方は全然葉っぱがなくなっちゃって、みつぼらしい感じになってます。これをなんとかしたい。葉っぱのない部分はカットしちゃって、こっちの葉っぱのある先端部分、こちらだけを残しました。長さは3センチくらい。綺麗な色ですね。これをこの小さな小鉢に植えていきたいと思います。植栽。気持ちばかりのイニシャルスティック。まだ根が出てない状態なんですけど、茎から直接栄養吸い取れますかね。まあとりあえずやってみないとわからないので、ソイルはこのくらい入れました。せっかくなので水上で植えていきます。ちょっと斜めってますけど、まあこれは成長すればちゃんとスタンディングしてくれると思います。すいません、ちょっとカメラブレブレですけど、もう左手でカメラを持って右手で植えていく。大変です。三脚使えばいいんですよね。はい、植え終わりました。本数にして12、3本あったかな。いいですね、綺麗な色ですよね。ロタラインディカ。ロタラインディカ。なんか水上でこうやって見ると葉っぱが閉じてるだけなんですけど、花みたいに見えますね。それでは水中に入れていきましょう。ちょっともうレイアウトするスペースもないので、とりあえず入れるだけ。入るかな。あんまりガラスにカツカツぶつけちゃうと、この陶器っぽい入れ物はガラスを傷つけやすいので注意しながら入れてます。こういうシーンを見ると植物も生きてるんだなっていうのを感じますね。まあ、この泡はソイルに含まれてた泡なんですけど、この小さい植木鉢なんですけど、これはホームセンターでミニ観葉植物を買った時についてきたものです。なかなか使い勝手のいいサイズというか、こんな感じで1種類ごと水草を分けて植えるのに便利です。今水槽台を作ってまして、近いうちにまた水槽を動かすことになりそうなので、しばらくはこの植木鉢システムで育てていきたいと思ってます。まあいつになるか分かんないので、ずっとこのままっていうパターンもひょっとしたらあるのかな。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。